ごいとこ見てこれすごい。なにこれ、ちょっと見てみよう。これイノシシとか出ますね。はい、出ますね。これ、ここの一角から畑ですか。あ、こっちもですか。シシ以外なんか出ます。ハクビシシとタヌキと、ワイツーちゃう。え？ワイツー聞こえてんの？こういうとこだって書いてうるすってやつが出てくる。うっそ。あ、水流れてる。これ何？コウモリいるやん、そこに。え？違うのよ、コウモリと。コウモリだ。何これ、これだけでも楽しい、これが50粒の畑に行く道のりね。ここもね、メガネが。これもやり直さなきゃダメですよ。これ、はい、はこのまんまでいいと思う。できます。はい、塗装するぐらいで。そう、塗装も台風の時に穴開いちゃったりとかしたらやるぐらいで。あ、大丈夫なんですか。これ錆びてますよね。中錆びですね。錆びします。はい、こういうのはよくやってます、ね。あ、そうなんですか。はい。床が抜けちゃったり雨漏りしちゃってるところ。100年。うわ、道具がある。ここ。うわ、すごい。プールちょっと溜めておくの。すごいね。トラクターもあるし。すごいな、この重機。見にくいんですけど。あ、ここもうプールになってるんです。あ、そうなんですね。昔はその生活用水に使われてたんですけど。あんまり入ったって聞かないですけど、スカの家ですから。そうですね。これも畳に張り替えるだけで大丈夫です。張り替えるっていうか、畳に新しく替えば。そうですね、僕だったら表替えだけです。そうやったら壁張れないですね。そうですね。じゃあ上は 雨大丈夫で、横は雨、網戸が結構長いんで入っては。喋れないんで作りますよ。いやでも